私たちも着ている、今回のファンタジースター感謝祭2019の公式 T シャツと公式タオルでーす。はい、いやー可愛いですよね、色味もね。あとこちらはですね、リストバンドもあります。はい、そしてご当地アクリルキーホルダーもございます。はい、まあ、これはね、今あの東京の限定のものなんですけど、さまざま各地ね、いろいろなものがあります。こちらアイシングクッキーだったりとか、トートバッグもありますので、ぜひゲットしてみてください。はい、そしてこちらですね、はい、T スペックの最新刊になってます。ぜひぜひ皆さんゲットして中読んでくださいね。はい、そしてですね、こちらですね。お、はい、このかわいい、かわいいよいしょ、はい、ラッピーの PC ぬいぐるみ、はい、というわけで皆さんぜひこちら買ったら、この子を抱っこしながら一緒に PSO2 プレイしてみてください。はい、このまま寝落ちもできますからね。そうそうそう、寝落ち推奨ですよ。はい、ということでですね、他にも様々グッズたくさんありますので、ぜひ皆さんこちらに遊びに来てみてください。ぜひゲットしてください。来てね。私たちはシップコミュニケーションエリアにやってきました。やってきました。というわけで、普段私たち公式プレイヤーさんはですね、このシップ級でゲームプレイさせていただいてるんですけど、実際にですね、ここの紙にちょっとサイン書いちゃいたいと思います。書こう、書きましょう。はい、じゃあどうぞ。ありがとう、はい、よしよし、じゃあ私もちょっとここら来たよってね、みんなやっぱり書いてほしい。で、紙でも大きいので、皆さんいっぱいね、コメントとか、名前何々でやってるよっていうの書いてね、ぜひフレンドになりましょうとかも。いや、いいよね、書いたらね、ぜひたくさん書いてみてください。そういえばさっきから気になってたんだけど、うん、この湿布の下に書いてある謎解きゲームっての、これ何？いや、それがね、こちら、じゃじゃん、うん、はい、来場者特典ということで、この謎解きゲームが配られていると思うんですが、はい、こちらなんと、このさまざまな会場のね、いろいろな場所でキーワードがあるということで、そのキーワードをもとにこの謎解きゲームを解いてもらうと、なんと、お、最後にですね、問題を解いた方、こちらインフォメーションカウンターの方に行っていただくと、なんと IC カードステッカーがもらえちゃいます。わー、すごい。会場のいろいろなとこでキーワードを集めて、ぜひ皆さんこれゲットしてみてください。頑張ってください。はい、続いてはですね、こちら PSO2S コーナーにやってきました。キャラクターのポップが並んでるんですけども、こちらにはあれ、ちょっと何してるのよ。どう、しっくりきてる？めっちゃいい。本当に。皆さんもぜひこちら顔はめ看板で写真撮ってください。撮ってください。さらに PSO2S のコーナーではですね、なんとアプリとゲームの連動画面を見せていただくと、こちらの2つがプレゼントされるということで、クリアファイルとステッカー、はい、2つともプレゼントされるので、はい、ぜひ皆さんこちらのコーナーでお待ちしています。ぜひイドラファンタシスターサーガコーナーにやってきました。やってきました。設定画があったりですね、はい、キャラクターのポップで一緒に写真が撮れちゃいます。いや、こちらもね、カメラ、写真が OK ということで、ぜひ皆さんたくさん撮って、たくさんいろんなところに拡散してみてください。来てね。はい、ということで私たちはね、さまざまなところを回ってきたんですけれども、はい、まだまだメインステージだったり、その他のコーナーもね、たくさんあるということで、はい、はい、ぜひ皆さん、ファンタシスター感謝祭2019に遊びに来てみてください。